三田ヶ原を奥大日地だけから望む三田ヶ原の地形図。左へ伸びる平坦部が三田ヶ原。中央右の窪地は立山カルデラ。三田ヶ原は富山県中新川郡立山城足倉寺にある高原。中部山岳国立公園内にあり、標高は1600メートルから2000メートル程度。高原上を立山黒部アルペンルートの立山有料道路が通る。 2012年7月3日には、ラムサール条約に登録された。冬の三田ヶ原三田ヶ原は、立山の麓から上岸寺川水系商業側の砂岩にかけて、東西4キロメートル南北2キロメートルに広がる高原。立山火山の活動で形成された火砕流第一である。河川による侵食で、現在の東西に長細い形状となった。 この鉱山地区の大きな高原の存在が、立山の大きな特徴である。11月頃から7月頃まで雪に覆われる。夏には川が流れ、崖の田が数多く存在する高原湿地であるため多種の鉱山植物が見られる。高度が低くなると樹木が増えてくる。秋には周辺の山々とも合わさった紅葉の風景が見られる。三田ヶ原の平坦面には、 縦山有料道路という歩道が整備され、所々に展望台がある。三田ヶ原の北側にある大日平とは、商明側の峡谷によって二分されている。なお、三田ヶ原の南東側には、新色カルデラの縦山カルデラがある。かつては陥没カルデラとされていた。白山千鳥、木の笠草、水場晶、日光木杉、チングルマ、岩勝部、ベニフカゲ、渡杉、ドキ草、 センゴケなどが見られる。国民宿舎展望率3層、三田ヶ原ホテル、立山カルデラ展望台、三田ヶ原バス停。ありがとうございます。